はい、皆さんこんにちは。コスモホーム代表の鈴木です。今日は皆さんに家を建てるスタートの時に土地がある方ない方って普通分かれると思うんですが、今回は土地のない方に焦点を当てて話をさせていただきたいと思います。まず土地のない方は土地探しから始まって土地を買おうと思うんです。実際に今土地を探して買おうとしている方もいらっしゃると思いますが、ちょっと待ってください。実は大事な進め方の話をさせていただきます。私が今までずっと長年住宅関係の仕事をしてきてですね、土地のない方をのお世話をさせていただきました。その時にやっぱり先に僕の話を聞かずに土地を買った方っていうのは本当にいい土地の買い方してません。土地ってそう簡単にいい悪いではないわけなので、やはりプロの目としてどうあるべきなのかっていうことを今日話をします。よく聞いてください。はい、まずこの土地を探せに一番大事な土地情報ですね。皆さんこういうものっていうのは不動産屋さん、今はホームページなのでたくさんあります。こういう土地情報の中に当然あるのはですね、土地の大きさ、場所ですね、あと用途ね、いろんな条件がいろいろついてます。こういうことをちゃんと見ることですね。けど一番見なきゃいけないのは何かと言いますと、この土地の形ですよね。はい、この土地の形、これ長方形ですけど正方形もありますし台形もありますし三角もあります。いろんな土地の大きさ形っていうのがそれぞれ土地情報にあります。そして一番そうですね、大事なところ、金額ですね。金額がその土地の地域によっての妥当な単価なのかどうなのか、これすごく大事になります。今日はまず土地のこの大きさ、土地の形、それに対してどうなのかっていうこと、そして単価に対してどうなのかっていうことですね。そしてトータル的にこの土地がいいのか悪いのか、総合的なことを踏まえて3つの視点について今日話をさせていただきます。それでは早速いきますけど、まず土地の大きさですね。当然土地というのは坪単価っていうのがあるんですけど、こちらに面積がありますよね。面積があってですね、土地の大きさっていうのもあります。で、肝心なところどこなのかといったら方位ですね。南に対して道路がどこについているのかっていうとても大事になります。道路の位置が南なのか北なのか東なのか西なのか、そしてどこに向かってこの、場所があるのかっていうこの地域ですよね。そしてあとは、ここに書いてありますけど建築の条件、用途地域って言いますし、建蔽率、容積率っていうそのこの土地でどういう大きさのが建てれるのか、条件が必ず載っています。そして下の方にここの土地の情報、細かな情報ですね、これ載ってます。これらを総合的に見て決めるわけなんですけど、ほとんどの人がまずこの土地の大きさ形とこの土地の場所ですね、この2点をやっぱり見てまずどうなのか、その上で金額ですよね。金額妥当なのか、自分の予算に合うのか、そういうことを踏まえてまず考えていくわけですね。どんな家が建つんだろうかって考えますよね。で、まずこの土地に対して庭が取れそうなのか、ね、あとは方位的に道路がどこについてるのか、車入れれそうなのかということを踏まえて、ちゃんとまず大きさ的にどうかっていうことによって建物の形がとても変わってきます。変形した土地とか三角形の土地って安いですね。だ、土地が安いから変な土地かというわけではありません。変形な土地でも安く買えて、けど建物はいい建物が建てれたらですね、とても建物にお金をウェイトをね、上げられることになるわけですね。だからここで何が言いたいのかっていうと、土地の値段、建物の値段のバランス感ですね。このバランスの中でやっぱりこううまく基地を選んでいくっていうことはとても大事になります。まずここを第1番目に見ていきましょう。はい、続いてはですね、やっぱり予算ですね、お金ですね。これは950万という単価が書いてあります。この場所でこの大きさの敷地でこの値段ってわけなんですけど、皆さんここで不動産を買う時のポイントを言いますね。まずこの950万とお金でこの土地が売られているわけなんですけど、これっていうのはまだ決定ではありません。何が言いたいかと言いますと、交渉できるということですね。で、
当然交渉する売り手と買い手がありますので、皆さんにとってはこの土地を買いたいということだと思いますけど、売る側にとっては高く売りたいわけですね。皆さんにとっては安く買いたいです。ここで売り手と買い手の値段交渉というのがあります。当然950万なんですけども、自分の予算に合わなければ、例えば900万だったらこの土地買いますよということで交渉してですね、相手がそれを飲んでいただけるんであれば、これは900万で買うことができます。すなわち値段を交渉するには、交渉するやり方が実はあるということなんですね。で、例えばこの土地でいきますとですね、実際に大きな土地があるんですけど、これ斜面になってましてね、奥の方は斜めになって、こうちょっと下り坂になってですね、土地の中ですね。そうすると家を建てられる面積が減ったりするわけですね。であとは例えば隣に高低差があったり、いろんなこう条件があります。要はこの土地に対して100点をつけるとしたら、ここはマイナスだよね、ここはお金余分にかかるよね、ここはこういう問題が起きそうだよねっていうマイナス分をしっかり上げましょう。それを売り主さんに伝えてですね、こういう問題、こういうことにお金がかかりそうだと、この土地はいろんな意味で買った値段で家建てられるわけじゃないと、こういう他のいろんな要素があることによってさらにこの土地にたくさんのお金がかかりそうだと、そうすると私の今回この土地に対する住宅の資金から資金オーバーになってしまう。そういうことをしっかりと調べることができれば、値段的にこの土地の価値っていうのは実はこの大きさでこの950万っていうものになってますけども、いや850万でこの土地を売ってくれないか、こういう問題があるし、こういうところにお金かかりそうだということの交渉はできます。そういう調べをなくしてですね、値段を安くしてくれないかっていうと、相手はなかなかイエスとは言ってくれません。やっぱりイエスと言ってくれるには、この土地のマイナス部分を的確に把握して、それを交渉材料にぜひしていただきたいと思います。必ず出た金額で買うことではありません。あなたはこの土地に対して価値のある金額を決めて交渉するということを次のステップとしてお勧めします。はい、続きまして、今回はですね、この土地を買うかどうか、当然買う前に実際にこの土地を見に行ってですね、どうするかっていうことになるわけなんですけど、まずこの時点でこの土地を買ってもいいのかっていうことは、実は資金計画をしなきゃいけないということですね。あなたがこの土地を買うことによって、土地の値段、建物の値段って、まあ、2つあるわけですね。それプラス諸経費っていうのが実はあると思うんですけど、トータル的な今回の建築予算でこの金額がちゃんとバランスが良いかどうかっていうことになると思います。で、ここでポイントなのは、土地探しをする上で必ずしなきゃいけないのは、実はこれぐらいの金額を探して土地を買えるだろうという事前的な銀行の審査をするべきだと思いますね。今回この土地がもし気に入って買おうと思った時に、実は銀行に融資の申し込みした時に、いやあなたはこの金額ではお貸しできませんよという場合もあります。そしてこの土地を売る側ですね、不動産屋さんを通して地主の方も、買いたい買いたいとおっしゃっていただいてもですね、あなたはちゃんとこの土地を買えるローン組めるのみたいな話になってきます。ですからこの土地選びにあたってポイントなのは、本当に買えるだけの資金があるのか、借り入れができるのかっていう事前審査を必ずしていただければと思います。それを前提にしてこの土地を見て買うかどうかっていう決断をします。ただしいい土地っていうのは早く売れちゃいますので、まずこの土地がいいなと思ったら、事前にいろんな準備をまずするということが大事になります。そうすることによって、一定の基準を満たした段階でよし買おうと思ったらですね、買い付け証明っていうものを出すわけなんですけど、不動産屋さんにこの土地を買いますという流れになると思います。まずは必ず資金計画をして、この土地が自分の資金に合うかどうかっていうことをしっかりと抑えて進むことが大事だと思います。はい、それではですね、もう一度最後に、まずこの土地に対する場所ですよね、自分にとってこの場所で住むことに対してまず OK かどうかですね。そして次にこの土地の大きさですね、場所と大きさ、そしてあと価格ですね。
この3つがある程度自分の中で資金的にも OK であればですね、今度はこういう条件の中で実際の敷地に行きましょう。ただ自分で行ってもダメですよ。やっぱりプロの人 の目で見てですね、この時本当にいいのか、お金がもっとかかるのかどうなのか、実際にその土地の状況、環境、日の照り方から風の通りからですね、周りのいろんなさまざまなものを見ることが大事になりますので、必ずここまで決まったら土地を実際に見に行くというのが大事だと思います。ポイントはですね、必ず一人で見に行かないということですね。仮にですよ、自分で見に行ったらね、必ず後で業者とさらに見に行ってこの土地をちゃんとチェックしていただきたいということになります。まずこの情報の中でたくさんの選択をしてください。たまたまこれは一つの情報でしかありません。実は様々な物件情報は山とあります。たくさんあります。そのたくさんの中で本当に自分が求める場所、大きさ、価格っていうものをしっかりとチェックすることが大事なので、まずそこの選択をしっかりとしていただくことが大事かなと思います。不動産業者はたくさんあります。たくさん回ってください。それたくさんの資料を集めてください。本当に自分がここと思える場所は必ずあります。土地探しが一番肝心なので、そこに力を入れて時間を使って探していろんな話を聞いてください。はい、それではですね、実際のこの土地を現地で見る次の行動に移っていきます。それでは次回はですね、その説明をさせていただきますので、お楽しみにしてください。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。